クイーンステークスは日本中央競馬会が札幌競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は北海道新聞杯クイーンステークスと表記している。寄贈賞を提供する北海道新聞社は札幌市に本社を置く新聞社。聖賞は北海道新聞社賞。1953年に4歳品場による 重症競争として創設されたのが始まり。その後試行場は東京競馬場と中山競馬場の間で幾度も変更された後、1980年から1999年は新潟競馬場で試行された1988年を除き、中山競馬場での試行が定着していた。この間、1991年からは優勝馬から三着馬まで、 エリザベス女王杯の優先出走権が与えられ、1995年はエリザベス女王杯のトライアル競争、指定交流競争として行われ地方所属場も出走が可能になった。1996年に集荷省が新設された際、試行距離を芝1800メートルに変更し、集荷省のトライアル競争となった。2000年に頻馬競争体系整備の一環として、 試行場を札幌競馬場に変更するとともに4歳以上の品馬限定戦となり、レースの位置づけや性格はこれ以降大きく変わることとなった。2009年から国際競争となり、外国馬も出走可能になった。なお、中山競馬場で試行していた1995年から1999年の間は、時事通信社が寄贈賞を提供し、名称も 時事通信杯クイーンステークスと表記していた。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上品馬負担重量、別、定2021年の1着賞金は3600万円で、以下2着1400万円、3着900万円、4着540万円、5着360万円。コース種別の記載がない距離は、 芝コースを表す。優勝馬のバレエは2000年以前も現行表記に揃えている。各界競争結果の出展。ありがとうございます。